新宿の皆さん、こんばんは、僕たち3人組のボーカルグループフェノメロって言います。よろしくお願いします。お願いします。今から路上ライブさせていただきます。よかったら見ていってください。感じる強さがちょっと心を揺さぶって、これ見えるかな。真面目に見つめた君が恋しい、でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをしてだらけてみたけど、希望の光は目の前でずっと輝いているし、合わせだ麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない、強くはな。でも不思議なくらいに絶望は見えない、目の奥にずっと映るシルエット、大好きさ柔らかな肌を寄せ合い、少し冷たい空気を噛みしめて歩く、今日という日になった、名前をつけようかなんて話して、 I love you の言葉じゃ足りないから、とキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、新宿の皆さん、はじめまして。僕たちが3人組ボーカルグループフェノメロと言います。もしよければね、お時間ある方は少しでもいいので聞いててください。よろしくお願いします。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えた、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない、 I love you の言葉じゃ足りないから、とキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、皆さん聞いていただきありがとうございます。僕たちが3人組ボーカルグループフェノメロと言います。今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございます。一日もうこれからお願いします。新宿のね、一日はこれからやから、せやで、せやはい、あいみょんさんでマリーゴールドを聞いていただきました。
はい、改めまして僕たちフェノメロというグループになります。9月から結成しまして今約1ヶ月間、走ってきたんですけれども、これからもっともっと大きいステージに、立ち上がって、皆さんの前で歌わせていただこうと思って活動しておりますので、よかったらお時間ある限り聴いてください。お願いします。お願いします。それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばに立って、結局ただの観客だ。感情のないライブソーリー、それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生なら、続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で、愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから、確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした、知らない街の夜景みたいんだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。至って純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任に言えたらいいな。そう願っても虚しいのさ。もしよければこの曲だけでもいいので、せめてこの曲だけでも聴いててください。よろしくお願いします。確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。
けど、とても綺麗だ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。新宿の皆さん、改めまして、僕たちが3人組ボーカルグループフェノメロと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介させていただきます。皆さんから見て、右手の僕が北海道出身の佐藤匠です。お願いします。はい、そして皆さんから見て、一番左側の僕が福岡出身の森山慎と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんを見て、少し見えづらい背の小さい僕が市川匠、大阪出身です。よろしくお願いします。よっしゃ。はい、この3人で、フェノメロというグループをやらせていただいてます。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ちょっと2人匠でややこしいグループなんですけれども、そういうのも含めて、少し覚えて帰っていただければなと。はい、お願いします。はい、今日、今2曲歌わせていただきまして、そうですね、8時ぐらいまでかな、そんなできるか分かんないけど、ちょっと路上ライブさせていただこうと思っておりますので、お時間許す限り、見ていただければと思います。お願いします。はい、もしよければね、後ろの方もね、少しだけね、前の方に来ていただけるとね、後ろの通行の方の邪魔にならないので、もしよければね、クッと前に来ていただければ嬉しいです。お願いします。愚かめんじゃないけど、近いすぎちゃった。僕たち撮影など OK なので、ぜひハッシュタグフェノメロで、つぶやいてください。お願いします。ねえ、君はなぜ悲しそうにうつむくの、眩しいほど青い空なのに、いつからだろう、君と手をつないでも、
とうございます。ありがとうございます。はい、改めまして、僕たち3人組のボーカルグループフェノメロと言います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。こんなたくさんの方に聞いていただいて、僕たちも、大変嬉しく思います。よかったら少しね、前の方で一歩前だけでも一歩だけでもいいので、前に近づいて、僕たちの歌、聞いていただければと思います。お願いします。はい、今、歌わせていただいたのはクリス・ハートソンで I Love You という歌でした。少し切ない歌になったので、ね、皆さん知ってると聞いていただいたと思います。はい、続いての曲はですね、どんな曲かと言いますと、どんな曲ですか？何が来るんだ？何が来るんでしょうか？雨の日の歌です。雨の日の歌ですね。雨の降る歌。ダメ。ダメ。機材がね、皆さんのためだと思います。はい、一度は聞いたことある歌だと思います。よかったら、皆さんも口ずさみながら、ぜひ楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、レイニーブルーを聴いていただきました。はい、僕たちフェノメロという、ボーカルグループになります。よろしくお願いします。はい、なんか見てるんですけど9月から結成したグループになりまして、持ってくれます？いいよ、僕よりね上になるもんね。はい、そうはい、グループになりまして、まだ1ヶ月しか経ってないんですけれども、これからもっと、これ以上もっとたくさんの方に、僕たちの歌を届くように、これからも頑張っていきたいと思いますので、よかったら何曲かまたまた聴いていっていただければと思います。お願いします。はい、告知しますか。続いての曲聴いてください。あとですね、少しよかったら一歩ずつ前に来ていただければ、あの後ろの方の通行の方とか、ご迷惑にならないので、ぜひぜひ、前に。ありがとうございます。あと僕何分背が小さいもんで、前に来ていただかないとね、僕のお顔見れないんでね、見てください。
はい、ありがとうございます、新宿の皆さん、はじめまして、僕たち3人組のボーカルグループフェノメロって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、フェノメロっていうグループなんですけど、略してフェノメロって、言います。今花水木歌わせていただいたんですけれども、動画や写真など、ぜひぜひ撮っていただいて大丈夫ですので、ぜひ、皆さんの SNS で拡散していただけますと、僕たちのね、僕たちも追えますし、それが力にもなりますので、ぜひ、というか絶対乗せてください。お願いします。お願いします。はい、ここまで5曲ほどやりました、ね、歌わせていただきました。一旦このワンステは最後にしますか。うん、で、最近届いた僕たちのオリジナルソングがございますので、最後それだけ聴いていただいて、終わりにしたいと思いますので、はい、最後5分ほどお時間いただければと思います。お願いします。はい、ですね、僕たち10月に結成したばかりな、9月に結成したばかりの僕たちね、3人組のボーカルグループなんですけど、ありがたいことに9月の、なんだっけ、11月の、はい、渋谷で開催されるファーストワンマンがなんとチケット完売、ありがとうございました。ありがとうございます。でもね、みんな分かってないんじゃん。一回整理しようか。9月に結成しました。11月にファーストワンマンがあります。はい、11月4日ですね。はい、でチケットがなんと完売しました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当にたくさんの方にいつもね応援していただいて、本当に僕たち感謝です。はい、これからねどんどん大きなステージに行けるように、僕たちね、まあ、今は路上化ですけどね、路上ライブですけど、これからどん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 路上化ステップアップしていけるようにね頑張ってくるので、皆さんもねどうか応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ではそれでは最後いきましょうか。僕たちのオリジナルソングタイトルをお願いします。はい、それでは聴いてください。幸せの端っこ。端っこを離さないように。
切に大切に大切にするから僕の左手君の右ポケットにたまには私も彼氏気分とはしゃぐ茜空忙しくて眠れなくて余裕がない日が続いても夕焼けに染まるその頬をいつも思い出して抱きしめたい大切に大切に大切に行くか今年の記念日はどこへ行こう何を食べよう何を見よう何をするにそう僕たちのオリジナルソング、幸せの端っこという歌を聴いていただきました。はい、はい、これで、一旦新宿路上ライブは一部は終了とさせていただきます。はい、このたくさんの方に聴いていただいて、すごく、嬉しく思います。本当にありがとうございました。